さまざまな番組に出演している今田耕司さん、以前明石家さんまさんが MC を務める人気番組ほんまでっか TV に今田さんが出演した時の話です。今田さんは自分で購入したものにあまり執着がないそうです。しかし先輩からいただいたものは特に大切にしていると話します。今田さんの宝物について話しながら、さんま兄やんに若い時にもらったお年玉袋について話し始めます。今までさんまさんからもらったお年玉袋を全部取っていると打ち明けると、さんまさんはこれはもう俺感動してもうてと感激。今田さんが若手時代の頃、さんまさんがお年玉を渡したことを振り返り、お年玉袋を見てボロボロのこいつと会ってパッと渡しただけ、それを20年後にも取ってとさらに感激していました。続けてさんまさんから2年連続いただいてと今田さんは懐かしんでいました。何気ないものを大切にしていた今田さんはやはり心優しい人ですね。